私がこう動かせてもらうことで世の中はより良くなっていくだろうなって思うから来るわけで、日常の生活の中で本当に小さなことでもいいから、あ、楽しいな、幸せだなって思えるような瞬間がある、あり続けるっていうことがすごく希望のある人生っていうことにつながっていくと思うんですよね。日々の生活でね、飼ってるワンちゃんと一緒にね、遊んだりとか、この子がやっぱり犬の方が寿命が短いから、この子が元気な間は私も元気でこの子の面倒を見たい、それが私の生きる希望にもつながる。で、今日の晩ご飯は何しようかな、夫が帰ってきてご飯食べさせないといけないっていうかね、ご飯作らないといけないって思ってる、そのご飯を作れる、作り続けることができる、そうありたいって思うことも私の生活の中での希望だと思うんですよね。何気ないことの日常が静かにでもいいから続けていけれる、自分がこう幸せだなって思える瞬間とともにこう続けていけられるってことがね、希望のあるっていうことだと思うんですよね。